米国男子ザ・ジェネシス招待最終日18日リビエラ CC カリフォルニア州 7322YD パー71動画松山秀樹の圧巻18ホールをプレイバック長かったというか逆に早かったあっという間に過ぎたかなという感じはあります松山秀樹にとって未勝利の2年間は 出口が見えないトンネルでは決してなかった。やることがたくさんある中で、一つ一つこなしてきたからこそ、そう思うのかな、と穏やかな口調で振り返った。体の痛みに悩まされた昨季を終え、今季は一つの転換期だった。早藤翔太キャディ、黒宮三木人コーチ、須崎優也トレーナーからなるチーム構成が、しっかり固まったのは今年から。 チームは1月、ザ・セントリーから帯同し、ハワイでの2005一周明けて、ファーマーズ・インシュランス・オープンから今週まで4連戦を組んでいた。須崎トレーナーは、4連戦目でだいぶ疲れも溜まっているなと思いつつ、万全な状態で戦ってほしいとケアしていました。という。昨年は首、背中、 腰と変わる変わる訪れる痛みに対応しながら、危険を余儀なくされる試合もあった。トレーナーとして、今年はまず、危険させないことが最優先事項。昨季よりもかなり体の状態は良くなったが、シーズン序盤の4連戦は2014年以来のこと。加えて前週、WM フェニックスオープンは悪天候による連日の順延もあって、 疲れのほどは見て取れた。それでもルーティン通り、連日スタートの1時間半前には練習をスタート。ショットとパットで試行錯誤が続く中、連戦中も様々な練習法を試していた。松山自身、毎週、やることは、変えている、と話していたが、ボールを踏んでのショット練習、手元にボールを挟んでのパッティング練習、2週前の、 AT&T ペブルビーチプロアマまではプレイ中もショット前ルーティンでほぼ毎回テイクバックを確認していた。クロミアコーチは今季は開幕からやることをあまり変えず成績に関係なくやり続けてくれていた。それが今のこの結果につながったと話す。プローチの仕方は様々でも目指す目標はブレなかった。 地道な取り組みが一つ今週の結果につながった。松山をずっとそばで見ていた早藤キャディはチームの雰囲気がいいがゆえに成績が出せていなかったのがもどかしかったんじゃないかと思います。引き詰まった感じはなくて、ただ結果が欲しかったと話した。黒宮コーチは結果が出るのは早くて5月と考えていた。 やり続けて、メジャーの試合が集まる時にうまく噛み合ってくれたらと思っていました。それが早い段階で形になったのは良かった、と喜ぶ。今後は2週間の休息を挟み、3月7日開幕のアーノルド・パーマー招待、翌週のザ・プレイヤーズ選手権、4月11日開幕のマスターズとビッグゲームが待つ。 ほっとしました。とりあえず、と黒宮コーチ。2年ぶりの優勝もチームには通過点で、さらなるサポートを続けていく。カリフォルニア州パシフィックパリセーズ谷口康美。